今からねホステルか今ホテルだホテルじゃないですかホテルですね。はい、あこれちょっとスーツをねハンドルに引っ掛けてたんですよ。これで落っこっちゃうんで、はい、ミラーに引っ掛けました。はい、帰り際にそのまあナイトビューじゃないけど、街のね、夜の街並み、チャイトですねを、まあ、撮っていこうかなというふうに思いますね。あとそうですね、まあミャンマービールでも何でもいいんで、生ビールの置いてあるところですね。をちょっとチェックしながらという形になりますね。はい、生ビールはね、ビールのライセンス、ね、アルコールのライセンスを置いてあるところじゃないと飲めませんので、はい、だから店舗がね限られてしまいます。はい、日本のような居酒屋だったらどこでも生ビールが出てくるっていうわけではございませんので、はい、お気をつけください。ここはないな、入ってないもんね。だからその看板にねミャンマービールってこう書いてあったとしても、あれなんですよ、その缶とか瓶しか置いてない場合があるんですよ。そのサーバーがなくてね、ここはビール自体はなさそうですね。ただホテルがねもうちょっと先なんで、できれば奥の方がいいかな。あ、そういうコンビニもね先にできてましたよね。ミャンマーのコンビニはねそこまで高いなっていう、なんだろう、気はしないですね。はい、日本だとそのコンビニなんかすごい高いよなっていうふうに思う時が多々あるんですけど、まあ日本人とねミャンマー人とその価格のね、その違いがあるから、例えば50チャットとか100チャットの違いがね、日本人にとってはたったの10円なんで、10円以下なんでね、そういうところで、感じないのかもしれませんけれども、はい、あのバスは何をやっているんだろうか。ここがね、まあ、ダウンタウン、まあ、チャイトのダウンタウンっちゃダウンタウンですね。はい、繁華街になりますね。はい、ここから先ですね。でもまあもう6時も過ぎて7時ぐらいになってきてますので、ちょっと閉まってる店も多いですよね。はい、あんま開いてる店は、まあ、飲み屋かな、あとはカフェ、飲食店もそんなに多くはないかなっていう感じ。あ、ここあるね。あ、ここあるね。あ、ここね。あそこにしよう。あ、そう、とりあえず。あそこなら生ビールが多分置いてあります。そんな感じがしますね。はい。その発泡酒とねビールとの違いって分かりますかね。まあ濃い薄いっていうのではまあなんとなく分かるんですけど、例えばそのブラインドテストをした場合に、分かるかなっていう自信は私はないですよね。なんか薄いなっていうふうに思ったとしても、それがビールだったりとかもしますしね。そうだから、ビールって言われて飲めばビールだし、発泡酒って言われて飲めば発泡酒だしっていう、そういう、ね、感じかなっていうところですね。はい、だから実際ねそんなに、なんだろう、あのビールの味わかんないんで私実際。だから日本に帰ってね飲むのは大体発泡酒ですよ。発泡酒、あ、ここにもあるね。あ、これあれじゃん、おホテル、ホテルですよ。ホテルの横、ホテルの横にあるじゃん。あるじゃんね。
あ、ただサーバーが置いてあるかどうかは分からないけど、てか U ターンしないと手に入れたんで、ちょっとサーバーあるね、多分ね。はい、ありますね。これどこ行けばいいんだろう。そう。ここでいいか。はい、いいわ。ん？はい、いいわ。あ、わかんない。I'm fine now. It's okay? Here. I'm fine now. OK. あれ。はい、ここでいいそうです。で、後であそこに行って飲みます。はい。